移籍後初スタメンの綾瀬、現地からボロカス言われる。フェイエノールと所属の日本代表フォワード上田綾瀬は、AFC アジアカップ前5試合出場で4ゴールをマーク。今月11日に行われたエールディビジ第21節のスパルタロッテルダム戦で移籍後初スタメンも不発。ミッドフィルダー水戸俊介、フォワード斉藤幸樹との日本人対決で結果を残せなかっただけに、現地から批判されている。上田は鹿島アントラーズ、ベルギー一部サークルブルッケで絶対的ストライカーとして活躍すると、昨年夏にフェイエノールトへ完全移籍。しかしメキシコ代表フォワードサンティアゴ・ヒメネスのゴール量産により、前節までスタメン出場がなかった。ヒメネスのコンディション不良により、移籍後初めてスタメンに名を連ねた上田。フル出場もシュート2本、ボールタッチ数18回と攻撃面での貢献度が低く、ボールロスト6回と守備陣に負担をかけた。オランダメディアによると、元オランダ代表選手のテオ・ヤン選手は日本代表フォワードのパフォーマンスを酷評。上田のプレイは平凡だった。連携プレイで彼はあまり関与していなかった。ボールを奪っても、毎回無駄にしていた。ゴール前で彼の姿は見えなかった。今日の試合で消えていたねと語った。また SNS 上でも全く役に立たない、ヒメネスの代わりは彼じゃない、ほとんど消えてるかロストしている、など、ほろ苦い初スタメンとなってしまった。厳しい声ばっかだな。確かに収められないのは海外ではきついか。ヒメネスが異常だからな、綾瀬ももう少し慣れればってのはあるだろう。初スタメンで期待されてただけに辛辣評価だな。確かに1回のチャンスをものにしないとな。あと2、3試合時間もらえたら必ず点を取りますよ。使い続けてくれ。小川も2桁取ってるし、日本のエースがここで遅れを取るわけにはいかんだろう。まずはサポーターもだけど、監督やチームメイトの信頼を勝ち取る必要がありそうだね。いいボールが綾瀬に入るようにならないと、孤立して終わる、連携でこそ生きるタイプ。綾瀬にとっては今年が勝負だからな、結果にこだわってほしい。我々は綾瀬を信じてます。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。